小池百合子うっとつきヘイヘイヘイ学歴多少だヘイヘイヘイ黒川敦彦黒川敦彦でございます。黒川敦彦獄中から立候補しております。都知事選これから黒川敦彦政治家たちの嘘を暴いてまいります。上等警察署の黒川敦彦さん、聞こえてますか？頑張ってください。こっちも頑張っております。へい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 、黒川さん、聞こえてますか？黒川さん、元気にしてますか？自分らは今都知事選最中ですが、毎日頑張って活動してます。心配しないでください。黒川敦彦さん、へい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 、頑張ってますよ。みんなで頑張ってます。そっちも頑張ってください。え、参加者行きましたよ。もう特に中国人、小池百合子、うっとつき、へいへいへい、山本です。杉田さん、頑張ってます。杉田、早く帰ってこい。留置所は水浸しにするな。とにかく早く帰ってくることだけを心がけて、留置生活を過ごしてください。頑張れー。頑張ってます。そっちも頑張ってください。はい、カズのお兄ちゃんです。あとカズです。はい、カズのお兄ちゃんもちょっとはい、行きます。声出します。俺はちょっと警察刺激しないということなんで、撮影係に撮影係に宣伝します。はい、まあ似てるけど、数ちょっとな、食いすぎだな。少し、はいはい、数兄弟です。はい、じゃあ、はい、ちょっと準備します。はい、兄貴の方がイケメンだって、兄貴の方がイケメンだって言われちゃってる。男は気持ちいい。まあね、まあでもイケメン具合で言ったら龍也だからな。龍也がいるからな。龍也が、うん、じゃあ最後はギャング党の3人で声出して、はい、行きます。はい、若い子たちが頑張ってるんでね、うん、雨ちょこっと止みました。まあそんなに長い時間はやらないですけどね。
毎日頑張って活動してます。心配しないでください。今黒川さんはこの前の補欠選挙でめちゃめちゃかっこいい背中を見せてくれました。本当にかっこよくて、そしてその情熱とか思想とか黒川さんがつけてくれた火は自分らが受け継いで、そしてまた周りに広めようと毎日頑張ってます。今日本の現状は本当にやばい状態だと毎日痛感してます。でもそれは毎日痛感するたびに黒川さんの思いがすごい強く、思いを強く感じて本当にすごいことをやったんだなって今思ってます。そして逮捕されちゃったけど、この日本にとって本当に意味のあることだと思います。世間の若者の翼のことを見るだけでめちゃめちゃ上がってます。翼のことをもうヒーロー的な存在になってます。若者の中でもっとそのムーブメントを広げるために自分ら音楽っていうものを使ってどん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 広めていきたいと思ってます。今日本はアメリカに牛耳られてます。アメリカの言いなりです。でも絶対に翼の党がいる限り心までは奪われることはないです。全員が全員言いなりになることはない。マジで自分ら動いていきます。警察の皆さんもアメリカに支配されないでください。権力者に支配されないでください。一人一人意思があるんじゃないですか。上に向かって物を言える口があるじゃないですか。弱き者を弾圧するためについてる口じゃないはず。強い者に、理不尽な者に立ち向かうための口であってほしい。人をいじめるために、人を批判するためについている口なんかいらないんですよ。私の党も、あと質問してもありました。それは嘘つきの政治家に嘘つきって言っただけです。嘘つきの政治家に嘘つきって言っただけなのに、なんで逮捕されなきゃいけなかったんですか。警察官の人たちも何か理由があるんじゃないんですか。組織っていう中で理不尽なことたくさんあると思います。時には自分の気持ちを押し殺してでも命令とか言うこと聞かなきゃいけない時あると思います。でもその理不尽を変えられるのは自分しかいないし、言いなりになっているようでは神なんて守れないでしょう。嘘つきに嘘つきという こんなかっこいい政治家いないでしょう。それを捕まえて、それなのに捕まえるべき人間、小池百合子の経歴詐称だとか、自民党の裏金問題だとか、そういうのは誰も追及しないじゃないですか。今、それが今、全国民が見てます。この今の日本の現状、警察と権力者の
元でしか動かない。権力者の命令で動いている、そういうのも目に見えてきています。自分も前までそんなことないって思ってました。警察が権力者の言うこと聞くなんてないだろうって。でもそうじゃないですか。どう考えても、どう考えても既得権益の言いなりじゃないですか。どうか友人の者に負けないでください。同じ人間です。戦いましょう。以上です。よかった、勝つのおじいちゃんです。俺も一緒にやらせて、おとといから一緒に戦ってます。そして今この試合にある本当に助けなきゃいけないところを向き合うべきが今なんですよ。警察の皆さん、人として正しいことって何ですか。教えてください。人として正しいって何ですか。みんな何多数決で良ければいいんですか。人の心はコミュニティにあっちゃうもんですか。こんな世の中ダメでしょ。許した。今黒川さんを収監しているこの警察署もそうでしょ。間違ってると思いますよ。物を言う邪魔な人間を排除する、ふざけたこともいい加減にしろって感じですよ。俺たちは人間なんですよ。ダメなものはダメって言うに決まってるじゃないですか。みんなで生きていく、みんなで幸せに向かって生きていくのが俺たち人間の役目でしょ。どっかの知らねえ日本人でもないような人たちの言いなりにならないでください。俺は一人一人の心に訴えてます。一人一人のその心が人と人をつないで、その人たちで日本を変えることがたやすいんですよ。もうやめましょう。お遊びごっこみたいな感じで逃げるのはやめましょう。みんな向き合っていきましょう。黒川さん、今でも応援して頑張ってやってるんで、全世界が敵でも俺は逃げますか。戦い続けます。そこの彼らもこれは伝えてください。上の一人お願いします。おっと、俺は心で喋ってます。人としてやるべき、やっていいことと悪いこと見て見るふりしたらそれも悪なんですよ。ダメなものはダメ。こうやって同じもの感じるんだったら一緒に協力してください。お願いします。同じ日本人として大きなマイクの音で失礼します。つばさん号の経理です。黒川さん、元気ですか。この間、たまたま本の宅先で黒川さんを見かけましたよ。その時、思った以上に笑顔だったので安心しました。私、裏方ですが、自分でできることを無理にしっかりやっておりますので、そこはご安心ください。まあ、不器用な点でいろいろとご迷惑かけている点もございますが、そこは心は振りずにしっかりやっております。黒川さんの中で大変だと思いますが、しっかりご飯を食べて、しっかり運動して、元気な姿で戻ってきてください。一番として黒川さんの仕方で大戦スピード肉声で早く試合です。じゃあこれで以上になります。大きな音で、大きな声の音で失礼いたしました。ご協力ありがとうございます。
間お疲れ様でした。私、芸能ライターの山本です、ご近隣の皆様お騒がせしております。はい、あの中央警察署の方、短めですのでちょっと待ってください。すみません、短めに言います。はい、山本です。杉田さん頑張ってます。杉田、早く帰ってこい。留置所は水浸しにするな。とにかく早く帰ってくることだけを心がけて留置生活を過ごしてください。まあ短めですけれどもね。どっかにいます。俺の気持ちは多分伝わってると思います。テレビの中、ここで、ライブの方は終了させていただきます。本日はご視聴の方どうもありがとうございました。はい、何だってできるのさ、ピープルパワーで。はい、チャンネル登録でした。ありがとうございます。ユリコウッソツキヘイヘイヘイ、経歴詐称疑惑でヘイヘイ。はい、東京中国に戻ってきました。今キバです。ヘイ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 、ユリコヘイ、ウソッキヘイ、知事なのにヘイ、何もしない。小池ユリコの海洋大学時代のルームメイトもたまに持ってね。小池は大学を卒業していないと証明しています。小池ユリコ経歴詐称でご検索ください。小池百合子、嘘つき、鬼畜、サイコパス、翼と、他の党は、嘘つき、小池百合子から都民を守ります。へい、百合子、へい、あれ、人数来ないな。へい、百合子、へい、売国道。小池百合子は、コロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して、外国人に無担保で1500万円融資する売国奴です。特に中国人。小池百合子嘘つき、ヘイヘイヘイ。雨降ってますよ。ヘイヘイヘイ、海洋大学経歴詐称、ヘイ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 、百合子ヘイ。お疲れ様です。ヘイ百合子ヘイ、売国奴。午前中のはちょっと機材トラブルで、はい、今始めました。 IK119 になったんだ。小池百合子嘘つき、ヘイヘイヘイ、経歴詐称疑惑で、ヘイヘイヘイ、海洋大学経歴詐称。あ、もう伝わってる伝わってる。もう140になった。はい、大丈夫です。いや、流し外線です。お疲れ様です。東京中国です。東京中国、因縁の参政党の因縁の場所ですね。あれ、これ行き過ぎだよ、行き過ぎ。あれ、もう牙が超えちゃってるよね。行き過ぎ行き過ぎ。あ、まあいいか。東洋町から上等警察向かってください。ここ四つ目通り行って三つ目通りだったんですよね。本当に行こうと思ってます。はい、お疲れ様です。はい、これがねポスター。立花全然貼ってねえよ。はい、因縁の東洋町です。因縁の東洋町です。小池百合子から都民を守ります。へいへいへい。小池百合子嘘つき、へいへいへい、経歴詐称疑惑って、へいへいへい。はい、了解です。どっこさん、はい、へいへいへい。お疲れ様です。嘘つき、へい、知事なのに、へい、何もしない。小池百合子の海洋大学時代のルームメイトも、立花全然ポスター貼ってねえよ。まあ、N 党さんボランティアが少ないからな。マッチ一人じゃ無理だよ。小池百合子嘘つき、鬼畜、サイコパス、翼の党、翼の党は嘘つき、小池百合子から都民を守ります。ヘイ百合子、ヘイ DBA、 ヘイ百合子、ヘイ売国道。小池百合子はコロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して、
外国人に無担保で1500万も融資する売国奴です。特に中国人小池百合子嘘つき、ヘイヘイヘイ、経歴詐称疑惑でヘイヘイヘイ、海洋大学経歴詐称ヘイヘイヘイ、ヘイ百合子、ヘイ嘘つき、ヘイなら、おめえがポスター貼れって、バーカ、バーカ。俺 NHK 党じゃねえよ、バーカ。はい、さよなら。はい、さよなら。はい。はい、バイバーイ。バイバーイ。キーク。はい、こんばんみーす。嘘つき、へい、知事なのに、へい、はい、バーカ。誰がやってると思った。黒川さんはキックしないけど、俺容赦なくキックするからね、うん、ブロックされないだけありがたいと思うよ。翼の塔、翼の塔は嘘つき小池百合子から都民を守ります。へい百合子、へいDBA、 hey、 はい、ユリコ、hey、 このままシャレで一回ちょっと上等でも行っちゃいますか。あ、上等向こうだ。ダメダメ、外国人に無担保で後からまた上等もあるんで。今ちょっと深川地区を重点的に回ってます。ユーリコ、ウソつき、ユーリコ、外国の小池ユーリコ、ウソつき、キチク、サイコパス、翼の塔、翼の塔は、ウソつき、小池ユーリコから、都民を守ります。ヘイ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 、経歴詐称疑惑、ヘイヘイヘイ、石丸のはポスターは貼ってるけどね。ユーリコ、ヘイ、ウソッキ、ヘイ、知事なのに、ヘイ、何もしない。あ、じゃあこれを火災橋通りか。火災橋通りを左行って、うん、このルートでいいですね。火災橋通りを左に行って、その木場を走って、あ、スパチャありがとうございます。RM さんどうもありがとうございます。皆さんナイスフォローありがとうございます。ヘイ DBA、 ヘイユーリコ、ヘイ売国奴、小池百合子はコロナ禍で経営者になった日本人の経営者を無視して外国人に無担保で1500万も融資する売国奴です。特に中国人小池百合子嘘つき、ヘイヘイヘイ、経歴詐称疑惑でヘイヘイヘイ、海洋大学経歴詐称、ヘイ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 、ユーリコ、ヘイ、ウソッキ、ヘイ、ユーリコ、ヘイ、バイコクド。いや、ミュウツーよりは面白いよ。ウソッキ、ユーリコ、ヘイ、ユーリコ、ヘイ、バイコクド。翼の塔、翼の塔は、ウソッキ、小池ユーリコから、都民を守ります。ヘイヘイヘイ。今ね、東洋町の大戸屋の前。小池ユーリコ、ウソッキ、ヘイヘイヘイ、経歴詐称疑惑って、ヘイヘイヘイ、海洋大学経歴詐称、ヘイヘイヘイ。いや、今3人で乗ってます。ヘイ、ウソッキ、ヘイ、知事なのに、ヘイ、何もしない。小池百合子の海洋大学時代のルームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。ありがとうございます。経歴詐称でご検索ください。小池百合子、ウソッキ、鬼畜、サイコパス、翼の塔、翼の塔は嘘つき、小池百合子から都民を守ります。ヘイ、ユーリコ、ヘイ、DBA、ヘイ。はい、了解です。いや、今日はでも意外と涼しいですよ。昨日が地獄だったから。はい、音源は全部取ってます。ギャング党の2人はギャング党の2人でやってます。はい。そう、あっちはね、あの富山もウグイスでやってるんだけど、
くサイコパス。桑田の党は嘘つき小池百合子から都民を守ります。へい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 。小池百合子嘘つき、へいへいへい。経歴詐称疑惑って、あれ3つ目だっけ。北海道大学経歴詐称、へい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 。百合子、へい。嘘つき、へい。知事なのに、へい。何もしない。小池百合子の海道大学時代のルームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。あ、そう、三つ目通りだ。小池百合子経歴詐称です。ご検察ください。じゃあ三つ目左折で。小池百合子嘘つき、鬼畜サイコパス。桑田の党は嘘つき小池百合子から都民を守ります。へい。はい、頑張ります。へい。 BBA、 へい。そう、二台大丈夫なんですよ。小池百合子はコロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して、外国人に無担保で1500万も融資する売国奴です。特に中国人。小池百合子嘘つき、へいへいへい。経歴詐称疑惑で、へいへいへい。よし、北海道大学経歴詐称、へいへいへい。へい百合子、へい。歴史変えるよ。へい百合子、へい。売国奴、小池百合子、嘘つき、鬼畜、サイコパス。翼の党は、嘘つき、小池百合子から、都民を守ります。生肉と犬ライダーヒライツとミルクティー。小池百合子、嘘つき、へいへいへい。経歴詐称疑惑って、へいへいへい。北海道大学経歴詐称、へいへいへい。へい、百合子、へい。むつなに。知事なのに、へい、何もしない。小池百合子の海道大学時代のルームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。そうなんですよ、3つ目と4つ目を行ったり来たりでループで、大丈夫です。ご検索ください。小池百合子嘘つき、鬼畜、サイコパス。桑田の党は嘘つき、小池百合子から都民を守ります。いない。へい、百合子、へい。ゆっくりゆっくり。百合子、へい。売国奴、小池百合子はコロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して、外国人に無担保で1500万も融資する売国奴です。特に中国人。小池百合子嘘つき、へいへいへい。経歴詐称疑惑で、へいへいへい。海道大学経歴詐称、へいへいへい。へい百合子、あ、本当？ポスターが剥がされたって別にいいよ。売国奴、小池百合子、嘘つき、鬼畜、サイコパス。翼の党は、嘘つき、小池百合子から、都民を守ります。あ、ゲーターさんどうも、ナイスパイもありがとうございます。小池百合子、嘘つき、へいへいへい。経歴詐称疑惑って、へいへいへい。北海道大学経歴詐称、へいへいへい。へい百合子、へい。嘘つき、へい。知事なのに、へい。何もしない。小池百合子の海道大学時代のルームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子経歴詐称でご検索ください。小池百合子嘘つき、鬼畜、サイコパス。翼の党は左嘘つき、小池百合子から都民を守ります。へい百合子、へい。 BBA、 へい百合子、へい。売国奴、小池百合子はらしいね、便所さんなんか運転手お願いしたらしいね。なんか言ってた。俺そういうとこ全然知らないから、俺が知るわけないじゃんって。俺がドライバーのスケジュール管理するわけないじゃん。小池百合子嘘つき、へいへい。ああ、立花警告受けた、逮捕だね。さっき言われたよ、あの深川の人に、お前らのせいで厳しくなってんだからなとか言って。小池百合子嘘つき、へいへいへい。経歴詐称疑惑って、へいへいへい。北海道大学経歴詐称、へいへいへい。へい
ユミコ、ヘイ、ウソッキ、ヘイ、知事なのに、ヘイ、何もしない。小池百合子の海洋大学時代のルームメイトも元側近も、小池は大学をさっきのところ、また東洋町を左折して、小池百合子、また同じルートでお願いします。小池百合子、ウソッキ、鬼畜、サイコパス。翼の塔、翼の塔は、ウソッキ、小池百合子から、なんでいい迷惑だなって。さよなら。はい、さよなら。はい、今日はバンバンキックします。アンチコメはバンバンキックします。こんにちは。小池百合子、ウッドツキ、ヘイヘイヘイ。経理者商品は強くて、へいへいへい。大学経理者商、へいへいへい。あ、初見さん、どうもありがとうございます。知事なのに、へい、何もしない。小池百合子の海洋大学時代のルームメイトも、元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子、経理者商でご検索ください。小池百合子、嘘つき、一室、サイコパス。翼の塔、翼の塔は、嘘つき、小池百合子から、都民を守ります。ヘイ、百合子、ヘイ、DBA、ヘイ、百合子、ヘイ、売国道。小池百合子は、コロナ禍で経営不振になった。ああ、ここのココイチ来たな、東洋町の。外国人に、無担保で1500万も融資する売国道です。特に、中国人。小池百合子、嘘つき、ヘイ、ヘイ、ヘイ。経歴詐称疑惑で、へいへいへい。海洋大学経歴詐称、へいへいへい。そうそうそう、沼ップだからね。へい、うん。あ、じゃあ昔コロワキがオーディションを受けたやつでしょ。コロワキはまだ売れてない時代に。翼の塔、翼の塔は、嘘つき、小池百合子から、都民を守ります。あ、重い。へい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 。小池百合子嘘つき、へいへいへい。経歴詐称疑惑で、へいへいへい。海洋大学経歴詐称、へいライバージョンやってんだよ。へい百合子、へい嘘つき、へい知事なのに、へい。いや、三つ目です。四つ目です。ルームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子、経歴詐称でご検索ください。小池百合子、嘘つき、鬼畜、サイコパス。ここ交差点だからダメだよ。噂の塔は、嘘つき、小池百合子から都民を守ります。ヘイ、百合子、ヘイ、DBA、ヘイ、百合子、ヘイ、売国道。小池百合子はコロナ禍で経営不振になった。日本人の経営者を無視して、外国人に無担保で1500万も融資する売国道です。特に中国人。小池百合子嘘つき、へいへいへい。経歴詐称疑惑で、へいへいへい。海洋大学経歴詐称、へいへいへい。へい百合子、へい嘘つき、へい百合子、置いてこ置いてこ、へい小池百合子嘘つき、鬼畜、サイコパス。翼の塔、翼の塔は嘘つき、小池百合子から都民を守ります。へいへいへい。はい。翼の塔は、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 
EBA 雨降ってる雨降ってる小雨。小池百合子はコロナ禍で経営不振、降ったり止んだりですね。日本人の経営者を無視して外国人に不担保で1500万も融資するマイクロです。特に中国人、小池百合子嘘つき、ヘイヘイヘイ、経歴詐称疑惑でヘイヘイヘイ、介護大学経歴詐称ヘイ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 、サイコパス。翼の党、翼の党は嘘つき小池百合子から都民を守ります。ヘイ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 、小池百合子嘘つき、ヘイヘイヘイ、経歴詐称疑惑ってヘイヘイヘイ、まあ、いつか売るかもしれませんね、このヘイヘイ音源。知事なのに、ヘイ、何もしない。小池百合子の海洋大学時代のルームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子、あ、体調大丈夫ですよ。小池百合子、嘘つき、ありがとうございます、CIA 音頭。はい。じゃあ江東区巡回です。はい、風は今日は大丈夫ですよ。車の中行きますから大丈夫ですよ。はい、練馬区も行きます。そう、これを葛西橋通りを左行って三つ目通りをまた左して、小池百合子嘘つき、へいへいへい、経歴詐称疑惑って、あ、風は大丈夫です。経歴詐称、お疲れ様です。大学を卒業していないと証言しています。小池百合子、経歴詐称でご検索ください。いや、ポスター増やしてもだって貼れないから。N 党ボランティア足んないからさ、まあ、上げようと朝霞のメンツ見て分かったね。そう、20番ね、エース番号のことですね。安倍晋三の CAA の歌、今ちょっとダウンロードしますんでちょっと待っててください。まあ今日雨降ってるしね。経歴詐称疑惑って、大学経歴詐称、ユリコ、嘘つき、はい、ありがとうございます。小池ユリコの海洋大学時代のルームメイトも元国民も、小池は、あれ、黒川チャンネルでしょ、これ。そうです。うん、翼のチャンネルですよ。あ、僕のチャンネルもチャンネル登録お願いしますね、皆さん。はい。芸能ライター山本チャンネルも登録お願いします。Hey ユリコ、Hey EBA、Hey ユリコ、Hey 外国道。小池ユリコはコロナ禍で経営不振になった。日本人の経営者を無視して外国人に無担保で1500万も融資する売国奴、特に中国人。ありがとうございます。小池百合子嘘つき、ヘイヘイヘイ、経歴詐
黒川さんのポスターいいでしょ、背景黒でちょっとかっこいいでしょ、ちょっとかっこよくなってた。はい、根元も返してもらいたいね。はい、ありがとうございます。翼の党頑張ってます。小池百合子嘘つき、へいへいへい、経歴詐称疑惑で、へいへいへい、海洋大学経歴詐称、へいへいへい、へい百合子、へい嘘つき、へい。まあね、四つ目と三つ目ずっと行ったり来たりしてます。ルームメイトも元側近も小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子経歴詐称でご検索ください。小池百合子、根本奥さん大丈夫ですよ。翼の党は、はい、頑張ります。へい、百合子、へい、EBA、へい、百合子、へい、売国道。あ、今日はアンチコメは容赦なくキックします。容赦なくキックするからな。あ、また、え？小池百合子さんがうんこ行きたいって。はぁ、すいません、トイレ行きたいって。なめ、まあ、置いてけ、まあ、置いてく、はい、置いてく、置いてけ、でさ、カットって向かい込みて、ぐるぐる回るけど、ふざけんなよ、なんでこんな大事な時にクソしてとか言ってくんだよ、バカ。小池百合子嘘つき、まだ立ってるよ、まだ立ってるんだけど、行かねえっつってんのによ。あ、カズの兄ちゃん来た、イケメンだよ。ルームメイトも元側近も小池は大学を卒業していないと証言しています。はい、経歴詐称でご検索ください。小池百合子、嘘つき、鬼畜、サイコパス。翼の党は、嘘つき、小池百合子から都民を守ります。小池百合子は、コロナ禍で経営不振になった。日本人の経営者を無視して、外国人に無担保で、電車でこいつって、言っといてください。遅れたら。特に中国人。小池百合子嘘つき、へいへいへい、経歴詐称疑惑で、へいへいへい、海洋大学経歴詐称、へいへいへい、へい百合子、へい。そうですね、こんだけ面白いで、ユーリンさん、ナイスパイもありがとうございます。小池百合子、はい、鬼畜、サイコパス。ありがとうございます。翼の党は、嘘つき、小池百合子から都民を守ります。へいへいへい。はい、皆さんナイスフォローありがとうございます。ありがとうございます。吉田勝馬さん、どうもありがとうございます。はい、芸能ライター山本チャンネルも登録お願いします。便乗してます。なんだサイバー部隊動きますって、逮捕されますよ。はい、大きなお世話です。さようなら、はい、さようならって。ユーリコ、ヘイ、EBA、ヘイ、ユーリコ、ヘイ、バイト不動。小池百合子はコロナ禍で経営不振になった。日本人の経営者を、はい、大きなお世話です。さようなら、アンチコメいりません今日。いつも放置してますけどね。あ、いやいやさん、ナイスフォローありがとうございます。アミオノさん、はい、今日はバンバンキックします。追い出します。翼の党は嘘つき、小池百合子から都民を守ります。
小池百合子嘘つき、へいへいへい、経歴多少金は言って、へいへいへい、最後内閣経歴多少、へいへいへい、へい、百合子、へい、嘘つき、へい、知事なのに、へい、何もしない。小池百合子の海洋大学時代のルームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子、髪料ぎっちゃぎちゃ入ってますからね。小池百合子、嘘つき、鬼畜、サイコパス。翼の塔、翼の塔は嘘つき小池百合子から都民を守ります。へい百合子、へい PBA、 へい百合子、へい売国道。小池百合子はこの、ああそうそうそう、ちょっとごめん、機材トラブルでね、うん、やってなかったんですよ、ごめんなさい。無担保で1500万も融資する売国奴です。特に中国人。小池百合子嘘つき、へいへいへい、雨どうすかね、消費疑惑で、へいへいへい、海洋大学経歴詐称、へいへいへい、へい百合子、へい嘘つき、へい百合子、へい売国奴。小池百合子嘘つき、鬼畜、サイコパス。翼の塔は、いやお面でやれってのは怖いっしょ、お面は嫌だよ。でもタモさんはね、ちゃんと靖国神社にご挨拶行ってるんで、タモさん参政党なの、バカ経理です。容赦なく置いてきますから今日は。あの団体行動についてこれないやついらないんで、うん、クソしたい、あの帰れって話。そう、俺厳しいんで。へいユリコ、へい PBA、 へいユリコ、へい売国道。小池百合子はコロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して外国人に無担保で1500万も融資する売国奴です。特に中国人。小池百合子うっそつき、へいへいへい、経歴詐称疑惑で、へいへいへい、海洋大学経歴詐称、へいへいへい、へい。そう、うん、団体行動についてこれないやつはいらないんで、うん、上司の声でいきます。今日厳しいですよ俺。そうそうそう、っていうかあの日露戦争もユダヤ人に喧嘩させられてるんで、俺たち舐めんなって話ですよ。ユダヤ人舐めてんだろ本当、日本。渓流です。クソ指定とか言ってから言ってたかんで置いてきました。団体行動についてこれないやついらないんで。小池百合子経歴詐称でご検索ください。はい、私には英霊ついてます。翼の塔、翼の塔は嘘つき小池百合子から都民を守ります。へい百合子、へい EBA、 へい百合子、へい売国奴。小池百合子はコロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して外国人に無担保で1500万も融資する売国奴です。特に、そうだね、うん、小池百合子嘘つき、へいへいへい、経歴詐称疑惑で、へいへいへい、海洋大学経歴詐称、へいへい、そうそうそう、へい百合子、へい嘘つき、へい百合子、へい売国奴。小池百合子嘘つき、鬼畜、サイコパス。翼の塔、翼の塔は嘘つき小池百合子から都民を守ります。へい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 。小池百合子嘘つき、へいへいへい、経歴詐称疑惑で、へいへいへい、海洋大学経歴詐称、へいへいへい、へい百合子、へい嘘つき、へい知事なのに、へい何もしない。
小池百合子の西都大学時代のルームメイトも元側近も小池は大学を卒業したいと証言しています。手振ってくれました。経歴社長でご検索ください。小池百合子ウソつき一級サイコパス。はい。噂の塔はウソつき小池百合子から都民を守ります。ヘイユーリコヘイ。そうでしょ。でそこにサミュエル・リー・デイビスとかなんだっけ、違うなんだっけ、マーカス・リー・サミュエルだっけな、うん、とかいうシェルの創業者とかが絡んでるんだよね。でイスラエルを作ったのって日本なんだよ実は。日露戦争で捕虜になったやつが捕虜になってるそのウクライナ人がイスラエルを建国してるんですよ。でそこで犬飼剛とか高橋是清がイスラエルの建まあ設立についてねすごい関わっちゃってるんですよ。そういうことを日本は教科書で教えてないのね。国際要はイスラエルと関わるとろくなことないからっつって、そうなんですよ。高橋是清とそう犬飼剛この辺が作ってるんですよ。それで226事件で日本の軍部若手軍部がね国際金融市場に犬っつって犬飼と高橋是清を殺害してるんですね。そういう経緯を教科書でみんな教えないでしょ。だから日本政府はクソなんですよ。 GHQ がちゃんと教えてこないから正しい歴史を。まあ杉田も知ってるかどうかわかんないけどさ、うん、そうですよ、そうですよ。日本が思いっきり関わっちゃってんだから、イスラエルの建立に建国に。みんな知ってます？その片腕なくしたやつなんですけど、まあそう腕があるんですよ。ほら機械の腕があるでしょ、ギワンっていうのかな、うん、そうで明治天皇がそのイスラエル作ったやつに義理の腕渡してたりとか勲章渡してたりとかしてるんですよ。まさにねそうイスラエルの建国って日本が関わっちゃってるのね。そうだから歴史をね改ざんはしてないけれども隠してるんですよ日本は。そう日米合同委員会とかねふざけんなって話。俺たちは対等な対米関係を望んでるから。そうですよ。今度じゃあイスラエル建国について僕のチャンネル山本チャンネルでやりますね。本当はやばいイスラエルっつって。ああだからちゃんと次団のとこでも平平外線やってますから午前中声は届いてます。そう前線の階段摩擦もあるでしょ。だって日本はだってサスーンが作ったんだもん。明治政府は坂本龍馬の海援隊メインバンク知ってます？ HSBK だっけな、香港上海銀行ですよ。そうあとトーマス・グラバーのなんだっけメインバンクも HSBK ですよ。そうそういうのもじゃあ芸能ライター山本チャンネルでちょっと正しい歴史認識をやります。はい
今もありますよ。まあ普段芸能ゴシップしかやってないんですけど、俺死ぬほど歴史好きなんで勉強してますからね。そうで、フランスロシアが幕府についてたんですよ。でも結局裏で組んで日本戦あの喧嘩させたんでしょ、サスンとあのロシアで。で日露戦争だってユダヤ人の戦争に巻き込まれて英霊たちが何人も死んでるんですよ。だから自分の国は守れっていうか、自分の国は守るべきなんですよ。そう、サスンってサスン財閥、なんだっけ、もともとそのなんだっけな、あのイギリスの東インド会社の過激派です。東インド会社の過激派でアヘン戦争とか起こした連中です。アヘン戦争を起こした連中です。そう、じゃあ歴史チャンネルやります。はい、あば、なんか赤ちゃんみたいなのが、ちょっと止めなかったな今のところ。さっきのとこ一旦ちょっともう一回ループしたら止めてください。はい、厚彦さん大好きさんも合流しました。こんにちは先生。はい、よろしくお願いします。はい、ライブ配信中です。そうですか。はい。乗ってください。いやいや、今車に来てんで。はい。入ってます？これ。はい。よろしく。厚彦大好きさんです。はい。じゃあではまた。はい、追っかけてください。なんか見てる。なんもしねえよ。700人超えた。はい、やりますよ。はい。外国人に無担保で1500万歩融資する売国奴です。特に中国人、小池百合子ウッソツッキ、へいへいへい。俺挑発的やな。へいへい、海洋大学経歴詐称、へいへいへい、へい百合子、へいウソツッキ、へい百合子、へい売国奴、小池百合子ウソツッキ。そう、飯山あかりなんか分かってませんよ。はい、歴史チャンネルやりましょう。じゃあ、はい、ソーラー利権はななかなか分かりにくいけどな、俺政治はあんまり触ってないんで。歴史はやります。はい、お疲れ様です。
へい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 小池百合子、うつこつき、へいへいへい、うるせえ、バーカ。またすごい雨です。また土砂降りになってきましたね。なんかクソジジイが叫んでたんで。もう死ぬジジイはあの若者に未来を譲れって。クソジジイ、クソジジイ。外国人に無担保で1500万本融資する外国奴で、特に中国系小池由美子、うつわくつき、へいへいへい、ベルギタ上疑惑で、へいへいへい、ガイド大学経営者庁、へいへいへい、へい、由美子、へい、うつわくつき、へい、由美子、へい、外国奴、小池由美子、うつわくつき、一通、サイコパス。翼の党、翼の党は、うそっき、小池百合子から、都民を守ります。へいへいへい。小池百合子、うそつき、へいへいへい。経歴詐称疑惑って、へいへいへい。海洋大学経歴詐称、へいへいへい。へい、百合子、へい、うそっき、へい。知事なのに、あ、もう2時半ですか。小池百合子の海洋大学のルームメイトも、はい、元小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子、大丈夫ですよ。経歴詐称で気をつけてます。小池百合子、嘘つき、鬼畜、サイコパス。翼の党、翼の党は、嘘つき、小池百合子から都民を守ります。へい、百合子、へい、EBA、へい、百合子、へい、バイク駆動。小池百合子はコロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して外国人に、はい、じゃあそろそろ上等を迎えます。上等を融資するバイク度です。特に中国人。小池百合子うっそつき、へいへいへい、経歴詐称疑惑で、へいへいへい、ガイド大学経歴詐称、へいへいへい、はい、百合子、へい、うそつき、へい、はい、上等地区回ります。翼の党、翼の党は、うそつき、小池百合子から、都民を守ります。へいへいへい。小池百合子、うっとつき、へいへいへい。経歴詐称疑惑って、へいへいへい。大都大学経歴詐称、へいへいへい。へい、百合子、へい、うそつき、へい。知事なのに、へい、何もしない。小池百合子の官僚大学時代とルームメイトも元側近も小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子、経歴詐称でご検索ください。小池百合子、うそつき、鬼畜、サイコパス。翼の党、翼の党は、うそつき、小池百合子から都民を守ります。へい、百合子、へい、EBA、へい、百合子、へい、バイク駆動。小池百合子は、コロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して外国人に無担保で1500万も融資する売国奴です。特に中国人。小池百合子うっそつき、へいへいへい、経歴詐称疑惑で、へいへいへい、海洋大学経歴詐称、へいへいへい、あれ、あ、また4つ目来ちゃった。うそつき、へい、上等向かいましょう。上等に、へい、売国奴。小池百合子、うそつき、鬼畜、サイコパス。翼の党、翼の党は、うそつき、小池百合子から都民を守ります。じゃあこれ、あの、次の信号右行ってください。
はい。はい、バイバイ深川、上等に向かいます。小池百合子、経歴社長でご検索ください。小池百合子、嘘つき、鬼畜、サイコパス。翼の塔、翼の塔は嘘つき、小池百合子から都民を守ります。ヘイ、百合子、ヘイ、TBA、ヘイ、百合子、ヘイ、倍速度。小池百合子はコロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して外国人に無担保で1500万も融資する売国奴です。特に中国人。小池百合子嘘つき、ヘイヘイヘイ。経歴詐称疑惑で、ヘイヘイヘイ。海洋大学経歴詐称、ヘイヘイヘイ。ヘイ百合子、ヘイ嘘つき、ヘイ百合子、ヘイ売国奴。小池百合子。そう、これからかなりやばいですね、雨。翼の塔、よいしょ。嘘つき、小池百合子から都民を守ります。へいへいへい。小池百合子嘘つき、へいへいへい。経歴詐称疑惑で、へいへいへい。海洋大学経歴詐称、へいへいへい。へい百合子、へい嘘つき、へい知事なのに、へい何もしない。小池百合子、海洋大学時代のルームメイトも元国民も小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子、経歴詐称でご検索ください。小池百合子嘘つき、普通スタイコパス。翼の塔、翼の塔は嘘つき、小池百合子から都民を守ります。ヘイ、百合子、ヘイ、TBA、ヘイ、百合子、ヘイ、バイソクド。小池百合子はコロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して外国人に無担保で1500万も融資する売国奴です。特に中国人。伊藤さん、ハリさんに電話をしないといけないらしいです。はい。まああの突はやめときます。ちょっと怖いんで。まあこう言っちゃ悪いけど、俺も結構狙われてるんで、危険な行為はしません。ちょっと逮捕リスクは避けます。はい、まあ、ギリギリは攻めますけど、逮捕リスクは避けますよ。はい、終わっちゃった。あれ、ちょっと待ってて。はい、ちょっと充電がやばいんでちょっと待っててください。よいしょ。あります？あれ、これ充電用じゃないでしょ。うん、それこれは
ジャック違うでしょ、うん、あれあったん、あった、はい、すいません、あ、今ちょっと打ち合わせ中です、あれそれ俺のじゃない、なんか黒いの扱っていいけど、こうすればいい、1個でいけると、あれ、これの線もう一個、あ、これか、あの線ね、ここを切っ張った方にしとくと、そうそう、逮捕がちょっと怖いからね、ギリギリは攻めますけども、あんまり挑発しすぎるのも良くないんで、そう、まず発信力のあるやつから逮捕していくから、あいつら、俺狙われてますよ。はい。そう、かなり狙われてるから。今日も結構挑発してるんで、結構ギリギリのとこ攻めてるんですよ。そう、そうするとチャンネル翼を守る人間がいなくなっちゃうので、配信ができる人間がいないじゃないですか。はい、俺もギリギリのところで攻めますから、ギリギリのところで、あ、来ましたね、はい、小池百合子、嘘つき、鬼畜、サイコパス、黒川千彦は米国土から東京を守ります。小池百合子は無担保で外国人に1500万円も融資、特に中国人、外国人にやる前に日本人を捨て、はい、小池は売国、へいへいへい、外国人ユーグーだ、へいへいへい、翼の塔の黒川千彦です。音源変わりました。へいへいへい、小池は嘘つき、へいへいへい、経歴詐称疑惑で、へいへいへい、いや、だトツはやりすぎちゃうとダメなんですよ。そう、刺激しないようにギリギリのラインを攻めるというね、結構難しいミッションをやってるんで、そうです。
いや別に視聴数のためにやってるわけじゃないんで、すいません。はい、ちょっと意見が違いますんで、さよなら。あ、まあいいか。はい、このくらいだったらいいや。あ、ブロックになっちゃった間違えて。はい、いや後ろが来たけど止めたいよ。鳴らしていい？小池百合子嘘つき、ヘイヘイヘイ。経歴詐称疑惑ってヘイヘイヘイ。西洋大学経歴詐称、ヘイヘイヘイ。ヘイ百合子、ヘイ嘘つき、ヘイ。え、刺激しない外線？いやだって俺がパクられたらお前責任取れんのか？あい、さよなら。小池は大学を卒業しています。はい、さよなら。小池百合子、経営社長でご検索ください。小池百合子、嘘つき、キス、スパイコパン。翼の塔は、嘘つき、小池百合子から、都民を守ります。へい、百合子、へい、DBA、へい、百合子、へい、バイクフロー。そうですよ、今、土地やっただけで逮捕ですよ。そう、そのくらいのリスク持ってやってんですよ、こっちは。そう、あ、アンチはもういらないです、今日は。翼の塔は、嘘つき、小池百合子から、都民を守ります。へいへいへい。はい。小池百合子、嘘つき、へいへいへい。経歴詐称疑惑って、へいへいへい。大学経歴そうなんですよ。小池が全部権利持ってるから、汚いんですよ。嘘つき、へい。知事なのに、へい。何もしない。小池百合子の、大学時代のルームメイトも元側近も小池は大学を卒業していないと表現しています。小池百合子、経歴詐称で保険させてください。小池百合子、嘘つき、小池百合子から本人を守ります。ヘイ、百合子、ヘイ、EBA、ヘイ、百合子、ヘイ、バイクフロー。小池百合子はコロナ禍で日本人の経営者を誰もいない。外国人に無担保で1500万を融資する外国人です。特に中国人。はい。小池百合子嘘つき、へいへいへい。経営者長期は数で、へいへいへい。海洋大学経営者長、へいへいへい。へい、百合子、へい、嘘つき、へい、百合子、へい、外国人。小池百合子、嘘つき、キス、サイコパス。翼の塔、翼の塔は、嘘つき、小池百合子から、都民を守ります。あれ、そこしなこやね。俺が前に行っちゃった。そうだね。小池百合子、嘘つき、へいへいへい。経歴詐称疑惑で、へいへいへい。海洋大学経歴詐称、へいへいへい。バイクフロー。百合子、へい。嘘つき、へい。知事なのに、へい、何もしない。小池百合子の海洋大学時代のチームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子、経歴詐称でご検索ください。小池百合子、嘘つき、鬼畜、サイコパス。翼の塔、翼の塔は、嘘つき、小池百合子から、表記がないとダメ。表記がない、あ、ないとダメだと圧をつけるけど。はい、ピープルパワーですよ。はい。面会できません。接見禁止です。
うん、あ、何映る、あ、インカメ、インカメする、はいはい、カズのお兄ちゃんです、あとカズです、はい、カズのお兄ちゃんもちょっとはい、行きます、声出します、俺はちょっと警察刺激しないということなんで、撮影係に、撮影係に宣伝します、はい、まあ似てるけど数ちょっとな、食いすぎだな少し、はいはい、カズ兄弟です、はい、じゃあ、はい、ちょっと準備します、はい、兄貴の方がイケメンだって兄貴の方がイケメンだって言われちゃってる言葉は気持ちいいまあね、まあでもイケメン具合で言ったら龍也だからな、龍也がいるからな、龍也が、うん、じゃあ最後はギャング党の3人で声出して、はい、いきます、はい、若い子たちが頑張ってるんでね、うん、雨ちょこっと止みました、まあ、そんなに長い時間はやらないですけどね、広げるために自分ら音楽っていうものを使
ちゃって、どん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 広めていきたいと思ってます。今日本はアメリカに牛耳られてます。アメリカの言いなりです。でも絶対に翼の塔がいる限り心までは奪われることはないです。全員が全員言いなりになることはない。マジで自分ら動いていきます。警察の皆さんもアメリカに支配されないでください。権力者に支配されないでください。一人一人意思があるんじゃないですか。上に向かって物を言える口があるじゃないですか。弱き者に弱き者を弾圧するためについてる口じゃないはず。強い者に理不尽な者に立ち向かうための口であってほしい。人をいじめるために人を批判するためについている口なんかいらないんですよ。私の党もあと質問してもらいました。それは嘘つきの政治家に嘘つきって言っただけです。嘘つきの政治家に嘘つきって言っただけなのに、なんで逮捕されなきゃいけなかったんですか。警察官の人たちも何か理由があるんじゃないんですか。組織っていう中で友人したことたくさんあると思います。時には自分の気持ちを押し殺してでも命令とか言うこと聞かなきゃいけない時あると思います。でもその友人を変えられるのは自分しかいないし、言いなりになってるようでは神なんて守れないでしょう。嘘つきに嘘つきという こんなかっこいい政治家いないでしょう。それを捕まえて、それなのに捕まえるべき人間、小池百合子の経歴詐称だとか自民党の裏金問題だとか、そういうのは誰も追及しないじゃないですか。今それが今全国民が見てます。この今の日本の現状、警察は権力者の元でしか動かない。権力者の命令で動いている、そういうのを目に見えてきています。自分も前までこんなことないと思ってました。警察が権力者の言うこと聞くなんてないだろうって。でもそうじゃないですか。どう考えてもどう考えても既得権益の言いなりじゃないですか。どうか友人の者に負けないでください。同じ人間です。戦いましょう。以上です。黒川さん、勝野兄ちゃんです。俺も一緒にやらせて、おとといから一緒に戦ってます。そして今この試合にある本当に助けなきゃいけないところを向き合うべきが今なんですよ。警察の皆さん、人として正しいことって何ですか。教えてください。人として正しいって何ですか。みんな何多数決で良ければいいんですか。人の心はコミュニティにやっちゃうもんですか。こんな世の中ダメでしょ。許した今黒川さんを通過してるこの警察署もそうでしょ。間違ってると思いますよ。物を言う邪魔な人間を排除する、ふざけたこともいい加減にしろって感じですよ。俺たちは人間なんですよ。ダメなものはダメって言うに決まってるじゃないですか。
みんなで生きていく、みんなで幸せに向かって生きていくのが俺たち人間の役目でしょ。どっかの知らねえ日本人でもないような人たちの言いなりにならないでください。俺は一人一人の心に訴えます。一人一人のその心が人と人をつないで、その人たちで日本を変えることがたやすいんですよ。もうやめましょう、お遊びごっこみたいな感じで逃げるのはやめましょう。みんな向き合っていきましょう。黒川さん、今でも応援して頑張ってやってるんで、全世界が敵でも俺は逃げますで戦い続けます。そこのカメラもこれは伝えてください。よろしくお願いします。おっと、俺は心で試してます。人としてやるべき、やっていいことと悪いこと見て見るふりしたらそれも悪なんですよ。ダメなものはダメ、こうやって同じものを感じるんだって一緒に協力してください。お願いします。同じ日本人として、お届けします。翼の方の経理です。黒川さん、元気ですか？この間、たまたま門の柵先で黒川さんを見かけましたよ。その時、思った以上に笑顔だったので安心しました。私、裏方ですが、自分でできることを無理せずにしっかりやっておりますので、そこはご安心ください。まあ、不器用な点でいろいろとご迷惑してかけている点もございますが、そこは心は振りずにしっかりやっております。黒川さんの中で大変だと思いますが、しっかりご飯を食べて、しっかり運動して、元気な姿で戻ってきてください。一番として黒川さんの下がる大戦スピード育成で早く試合です。じゃあこれに以上になります。大きな音で、大きな声の音で出演いただきました。ご協力ありがとうございます。はい、じゃあお疲れ様でした。はーい、じゃあ上等賞、黒川エール、凱旋、これにて、じゃああと少しもうちょっと流して終わりにしますか、はい、あと 2周ぐらいしてこの周りをぐるぐる。頑張れー、黒川敦子さん、頑張ってください。はい、まあね、最終目的地は、うん、最終目的地は、まあ、この辺でぐるぐるやって、今何時？3時12分。3時半、あと30分、20分ぐらいやってで終わりにしましょう。流し凱旋やってちょっと遅れたんでね。小池百合子、うそつき、へいへいへい。
ガスクレッチパッションのヘイヘイヘイ、黒川敦彦、黒川敦彦でございます。黒川敦彦、黒川敦彦、獄中から立候補しております。都知事選、都知事選、これから黒川敦彦、黒川敦彦、政治家たちの嘘を暴いてまいります。上等警察署の黒川敦彦さん、聞こえてますか？頑張ってください。こっちも頑張っております。へい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 、ユニコ、ヘイ、ウソッキ、ヘイ、不思議なのに、ヘイ、何もしない。小池ユニコの海洋大学時代のルームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。小池ユニコ、政治担当でご検索ください。小池ユニコ、ウソッキ、鬼畜スパイコパン。じゃあ、この通りをここ左行って、この先を左行って、でまたループして東洋町まで行って、あ、東洋町の先まで行って、でこのルートで回りましょう。で2回ぐらい上等の周り行って、声届けたら解散します。はい、はい、ありがとうございます。今日は俺裏方に徹してます。小池百合子、嘘つき、へいへいへい、経歴多少疑惑って、へいへいへい、最後大学経歴多少、へいへいへい、へい百合子、へい嘘つき、へい知事なのに、へい何もしない。小池百合子の最初の時代のルームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子、政治家庁でご検索ください。小池百合子、翼の塔、翼の塔は、うそっき、小池百合子から本人を守ります。へい、百合子、へい、EBA、へい、百合子、へい、バイク不動。小池百合子はこの中で経営不振になった日本人の上等地区ちょっと回って、うん、では終わりにします。はい、了解。はい、さよなら。はい、さよなら。はい、さよなら。はい、今日容赦なくコックしますよ。バイバーイ。そうですね、アリオのところからぐるぐる回っていきましょう。
翼の塔、翼の塔は嘘つき小池百合子から都民を守ります。へいへいへい。小池百合子嘘つき、へいへいへい。経歴詐称疑惑って、へいへいへい。海洋大学経歴詐称、へいへいへい。へい百合子、へい嘘つき、へい知事なのに、へい大学時代。小池百合子の海洋大学時代のルームメイトも元国民も、小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子、経歴詐称でご検索ください。ああ、そうです。小池百合子、嘘つき、キツ、サイコパス。翼の塔、翼の塔は、嘘つき、小池。うん。いきます？ん？いや、もう一回上等のごとくぐるぐる丸めに。いや、コード、コード。ああ、大丈夫です、大丈夫です。はい。モバイルバッテリーもあるんで、これ。ああ、はいはい。うん。バッテリーは完璧なんで。ちょっと待ってね、はい、バッテリーあるかな。あ、まあ余裕だ。まっすぐ行けなかったんだ。そうかね、もう一回左行って、もうちょっと先ですね。え、3カ所行きましたよ、もう。それはあるよね、小池落としてもってあるけどね。了解。これアラビア語ハビビーしか知らないんですよね、ハビビーしか。ハビビーしか知らないの。意味は知らない。届いたと思うよ。お互い気使って落とした、うん、っていうか止まった。うるせえバーカって、お前ら選挙に出る資格ねえキーとか言って。はい、ブロック。
ハイブロック。うるさい。さよなら。あ、さよなら。うるさい。さよなら。いや、もともとね、あのチャンネル登録変なやつ多いんですよ。はい、あ、こっちでいいですね。あ、このルートいいですね。うん、あるようで。なんだ、なんだ、あれ、あ、今救急車です。救急車の音は、はい、早く寝ます。今日は小池百合子ウッドツッキヘイヘイヘイ、経歴社長疑惑ってヘイヘイヘイ、最後内閣経歴社長ヘイ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 、百合子ヘイ、ありがとうございます。ヘイ、知事なのにヘイ、何もしない。小池百合子の最後内閣時代のルームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと表明しています。小池百合子、経歴社長でご検索ください。小池百合子、うそつき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 、小池百合子から都民を守ります。
明日の予定まだ出してませんね。帰ってからスケジュール組みます。バイク駆動小池百合子はコロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して外国人に無担保で1500万も融資するバイク駆動です。特に中国人、うつみんか。スマソラアカネ、うん、アカネのこと。誰へいへいへい小池百合子嘘つき、へいへいへい経歴社長疑惑って、へいへいへい北海道大学経歴社長、へいへいへい。あとだから、うん、一応3時半、へい、何もしない。小池百合子の北海道大学議会のルームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと表現しています。小池百合子、成立社長でお検察ください。小池百合子、一つ伝えとパス翼の塔、翼の塔は、一つ小池百合子から都民を守ります。へい、百合子、へい、EDA。 じゃあもう最後に中央警察署流して、小池百合子はコロナ禍で、そうですね、あのもう中央警察署向かいましょう。あのこれ左回ってもう一周したら、そう、いや左曲がったらもう一周したら、あっていうかもうここでもう一回通ったら中央警察署向かいましょう。そうで最後に杉田にもう一回声を届けて、はい、みんなの前でね、はい、翼の塔は、流しながら中央警察署向かって、小池百合子、うっとつき、へいへいへい、警察庁議員枠って、へいへいへい、北海道大学警察庁、へいへいへい、へい、百合子、へい、うっとつき、へい、知事なのに、へい、何もしない。小池百合子の海洋大学時代のルームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子、経歴社長でご検索ください。小池百合子、嘘つき、鬼畜、サイコパス、翼の塔、翼の塔は嘘つき、小池百合子から都民を守ります。へい、百合子、へい、DBA、へい、百合子、へい、バイク駆動。まあね、杉田はね、まあ、出てくるまで待っててください。日本人の経営者を無視して外国人に無担保で1500万も融資するバイク駆動です。特に中国人、小池百合子嘘つき、へいへいへい、経歴社長疑惑で、へいへいへい、海洋大学経歴社長、へいへいへい、へい、百合子、へい、嘘つき、へい、立花のポスター貼ってません。小池百合子嘘つき、へいへいへい、経歴詐称疑惑で、へいへいへい、海洋大学経歴詐称、へいへいへい、百合子、へい、上等警察はあれだね、対応が遅いね。ああ、重視してないんだ。つか全然張ってないよ、立花のとこ。練馬も張ってないし。小池百合子はコロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して外国人に無担保で1500万も融資するバイク駆動です。特に中国人、小池百合子嘘つき、へいへいへい、
経歴詐称疑惑でヘイヘイヘイ、海洋大学経歴詐称ヘイ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 、ユーリコヘイ、ウソッキヘイ、ユーリコヘイ、スパイコクド小池ユーリコ、ウソッキ、キクス、サイコパ、翼の塔、翼の塔はウソッキ、小池ユーリコから都民を守ります。ヘイ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 、小池百合子嘘つき、へいへいへい、経歴詐称疑惑って、へいへいへい、海洋大学経歴詐称、へいへいへい、へい百合子、へい嘘つき、へい知事なのに、へい何もしない。小池百合子の海洋大学時代のルームメイトも元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子経歴詐称でご検索ください。小池百合子、ウソッキ、キクス、サイコパス、翼の塔、翼の塔はウソッキ、小池百合子から都民を守ります。ヘイ、百合子、ヘイ、EBA、ヘイ、百合子、ヘイ、バイク不動。小池百合子は、経営不振になった日本人の経営者を無視して、外国人に無担保で1500万も融資するバイク不動です。特に中国人。小池百合子嘘つき、ヘイヘイヘイ、経歴詐称疑惑でヘイヘイヘイ、海洋大学経歴詐称ヘイ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 、百合子ヘイ、嘘つきヘイ、百合子ヘイ、外国の小池百合子嘘つき、キス、サイコパス。何ジョーカー変わりなかったの？嘘つき小池百合子から都民を守る。あ、河合さんちょっと、キャラが弱いから、河合さんは、色物に走るしかないんだよね。いいやつなんだけどね、プライベートで会うと。あ、桜井日本会議なんだ、ダメじゃん。雨がまた降ってきましたね。そう、かわい実はね、いいやつなんですよ。あ、みんないなくなっちゃった。雨降ってきた。バイコクド、小池百合子、ウソッキ、キチク、サイコパス。翼の塔、翼の塔は、ウソッキ、小池百合子から、都民を守ります。ヘイ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 。じゃあ、使用書に向かいます。ウソッキ、ヘイヘイヘイ。経歴詐称疑惑って、ヘイヘイヘイ。どっかで U ターンできるといいんですけどね。あ、はい、ありがとうございます。あ、じゃあ中央警察署もう一回向かいます。そうだね、カルトはいませんね。はい。まあね、桜井誠はどうかな。うん、あ、でも、カイラギさんたちも離れちゃったからね。
カイラギさんたちだってびっくりしたよ、元よ大東だって。はい。はい、中央警察署に向かってます。宝石なんだ、桜井誠。あ、気持ちわかる、気持ちわかる。俺糖尿やってるからすっげえ気持ちわかる。あの入院時の苦しさは本当もう忘れらんないよ。運動ができないからね。まあね。あ、慢性腎不全か、きつ。腎臓はきついよ。腎臓はきつい。うん。俺も一本間違えたら透析だったもん。あ、障害者一級、いや、腎不全だとなかなか一級取れないんだけどね。一級って相当重いよ。今子供が手振ってくれました。そう、俺も無理しません。はい。一級ってなかなか取れないよ。うん。俺もあのガチャ目になった時に障害者手帳取れますかっつったら取れないって言われたもん。あの前からだったら10年ぐらい前だったら取れたんだけど、ここ6年前ぐらいだったら取れないは取れない。そう。そう、動いてるうちは一級無理ですよ。まあそれは白米は無理ですよ。はい。
そう、今日みんなね、昼間の新発食堂行ったんですけど、うん、玄米食っとけよかったな。うん、そうだね。でも52でしょ、52で、うん、まあ太ってたからね、若い頃から。急に痩せてジジイになった感が出たもんね。何このジジイなのって。俺1日2食です。翼の塔、翼の塔は、ウソッキ、小池百合子から、都民を守ります。へいへいへい、小池百合子、ウソッキ、へいへいへい。まあ、務まらないだろうね。うん、自分で障害者決してたら。あ、そうそうそう、あの腎臓ってあの水分制限があるんですよ。一日一食か、うん、あ、それもいいな。あ、でも、うん、サーファーさん意外と食いますよ。あ、でもご飯は少なめにしてる、サーファーさん。小池百合子、ウッソツッキ、ヘイヘイヘイ。そう、全部制限かかるから。文句言ってくるのは大体ジジイなんで。52で当選きついようだ。翼の塔、翼の塔、うん、ウソッキ、小池百合子から都民を守ります。ヘイ、百合子、ヘイ、BBA、ヘイ、百合子、ヘイ、バイコグド。小池百合子はコロナ禍で、きつい気持ちは、でもすっげえわかる。気持ちはわかる、気持ちだけはわかる。あ、食生活ひどそうだったね。
hey, Unico, hey, EBA, hey, Unico, hey, バイク駆動。小池百合子はコロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して外国人に、あれこっちトラメが積んでる？積んでます。じゃあ最後俺杉田に声軽く届けるわ、うん、最後一人でやる。では終わりにします。やる予定じゃなかったけど、うん、肩痛いっすよ。肩痛いっすよ俺。肩上がんないっすよ。だから今マッサージガンでほぐしてます。なんか若いやつばっかりにやらせとくとちょっと若いやつだけ体かけやがってとか言うんで、まあ最後にちょっと礼儀を尽くして許してもらいます。丁寧にやります。はい、うん、ありがとうございます。若いんでチャンネル登録お願いします。あ、高遠歴の店です。高遠歴さんの店です。ここです。一回行ってみたいんですよね。絶対評判いいんで。あんまり強いのでやりません。はい、マッサージガンは。あ、清澄橋か。小池百合子嘘つき、へいへいへい。経歴者賞金はつって、へいへいへい。まあ、清澄橋ですね。経歴者賞、へいへいへい。へい、百合子、へい、嘘つき、へい。知事なのに、へい、何もしない。超短めにやります。はい。元側近も小池は大学を卒業していないと表現しています。小池百合子経歴社長でご検索ください。小池百合子嘘つき一通サイコパス。翼の党、翼の党は嘘つき小池百合子から都民を守ります。ヘイ百合子、ヘイ EBA、ヘイ百合子、ヘイ車中泊大ちゃん。小池百合子はコロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して外国人に無担保で1500万も融資するバイトです。特に中国人。小池百合子嘘つき、へいへいへい。経歴社長疑惑で、へいへいへい。サイド大学経歴社長、へいへいへい。へい百合子、へい嘘つき、へい百合子、へい。小池百合子、嘘つき、鬼畜、サイコパス。翼の党、翼の党は、嘘つき、小池百合子から、都民を守ります。へいへいへい。小池百合子、嘘つき、へいへいへい。経歴詐称疑惑って、へいへいへい。最後の経歴詐称、へいへいへい。へい、百合子、へい、嘘つき、へい。知事なのに、へい、何もしない。小池百合子の海洋大学時代のルームメイトと元側近も、小池は大学を卒業していないと証言しています。はい。小池百合子、もうちょいかな。今人形町です。小池百合子、嘘つき。今人形町です。浜町。人形町浜町だね。小池百合子から都民を守ります。へい。ユーリコ、ヘイ、まあ、まああんまり浜町の方はいないよ。ユーリコ、ヘイ、バイク不動。小池百合子はコロナ禍で経営不振になった日本人の経営者を無視して外国人に無担保で1500万も融資。人形ちゃん隣です。特に中国人。小池百合子嘘つき、ヘイヘイヘイ。
経歴詐称疑惑で、ヘイヘイヘイ。海道大学経歴詐称、ヘイヘイヘイ。ヘイ、ユーリコ、ヘイ、ウソッキ、ヘイ、ユーリコ、ヘイ、バイコクド、小池ユーリコ、ウソッキ、キチ君、サイコパス。翼の塔、翼の塔は、ウソッキ、小池ユーリコから、都民を守ります。あ、たけしさん一日一食なんですね。はい。小池百合子ウッドツッキヘイヘイヘイ。なんかみんな爆笑してる。日曜日は空いてますよ。小池は大学を卒業していないと証言しています。小池百合子経歴詐称でご検索ください。小池百合子ウソッキ吉久サイコパス。翼の塔、翼の塔はウソッキ小池百合子から都民を守ります。ヘイ百合子、ヘイ PBA、ヘイ百合子、まあ、雨降ったりやんだりですね。今日は小池百合子はコロナ禍で今ちょうどやみました。日本人の経営者を無視して外国人に無担保で1500万も融資する大企業です。特に中国人は小池百合子ウッドツッキヘイヘイヘイ。経歴詐称疑惑でヘイヘイヘイ。大都大学経歴詐称ヘイヘイヘイ。ヘイ百合子ヘイウソッキヘイ百合子ヘイ。外国の小池百合子ウソッキヘイヘイヘイ。はい、もうじき着きますよ。もうじき着きますよ。小池百合子ウッドツッキヘイヘイヘイ。経歴詐称疑惑。住所かやば、あ、兜町か。はい。しこしこしたいや、ドライバーさん足りてませんボランティアに来てくれるんなら助かります。いや、終わってからしょんべんするんで大丈夫です。入ってますね。はいはいはい。
何？はい。小池百合子嘘つき。はい、さよなら。はい、OK です。もう 2,3 分で終わらせます。頑張ります。これじゃ投票どうなのかな、できないんじゃないかな。まあちょっと、うん、あんまり映さないように、はい、じゃ最後に中央警察前です。はい、うん、じゃちょっと最後にエールで俺が言って終わりにします。はい、そうですね、うん、もうあのこれで最後ですから、はい、ちょっと最後に一言だけ、最後に一言だけちょっと言わせてください。すいません。はい、じゃあちょっと表記出してください。最後に俺が言うんで、はい、あ、じゃあちょっと持っててくんない、撮影係で、ごめん。はい、ああ、私芸能ライターの山本です。ご近隣の皆様お騒がせしております。はい、中央警察署の方、道が目ですのでちょっと待ってください。すいません、右側に言います。はい、山本です。関田さん頑張ってます。藤田、早く帰ってこい。流出所は水浸しするな。とにかく早く帰ってくることだけを心がけて、流出生活を過ごしてください。まあ、短めですけれどもね。どっかにいます。俺の気持ちは多分伝わってると思います。
チャンネル登録は、ここで、ライブの方は終了させていただきます、本日はご視聴の方どうもありがとうございました。ジャングトーよろしくお願いします。はい、何だってできるのさ、ピープルパワーで。はい、チャンネル登録でした。ありがとうございます。